はいどうも、ジュウです。世界の遊び大全51パート22やっていきましょう。さあ今回は将棋やっていきたいと思います。作法を重んじる日本伝統のボードゲーム将棋。さあということで頑張っていきましょう。将棋よく知らないんだよね。俺も将棋はやったことないから分からない。将棋は王様を倒す戦争よ。王様か。これが王様。お、王将の玉将か。周りにいるのは周りだ。これは仲間。おお。みんないろいろな動きができるの。なるほどね。敵陣に入った仲間は。お、仲間は。お。強くなる。すげえ。なんでいちいち歓声が上がってるんだ。さらに敵を捕まえたら味方にできる。お。味方。なるほど。味方。おお。他の細かいことは。細かいことは？何度かやってみて覚えましょう。ああ覚えるか。やってみるか。知れば知るほど奥深い。じゃあやりますか。これが将棋。さあということで頑張っていきますか。なるほど。手に手、同じ手を繰り返してゲームが進まなくなるとゲーム終了。なるほど。駒の道を開けて通行を動かせるようにしよう。おお、よし。じゃあとりあえずまずはお試しからいきたいと思います。まあルールが分かってないと何も始まらないんでね。はい、何ですか。よろしくお願いします。はい、F1、歩兵を動かしてみよう。将棋は相手の王将を追い詰めるゲーム。自分の王将を守りながら相手の王将を追い詰めよう。相手の駒を2つ取ってみよう。歩兵は正面に1マスだけ進めるよ。なるほど。おお。赤いマスに打つと次に取られちゃうので注意。おお。青いマスにいる相手の駒は取れる。赤と青、両方のあるマスは自分も相手も駒を取れるよ。なるほど。じゃあここら辺追い詰めますか。やべ、進みねえものもあんな。待って、これは？ああ。まあでもこれ以上進みなくないか。歩兵だけだと。まあね、これ以上取れないんですけど。なるほど。OK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 。になった。いいね。あいつの駒をあと一つ取ろう。はい。よし、オッケー。二つ取れたね。おめでとう。歩兵は将棋の基本の駒。対局の流れを変える効果的な指し方がたくさんあるよ。よーし。とりあえずまずはステップ1終わりました。はい、次、ステップ2。おお。やっぱり相手の駒がめっちゃ少ないな。よろしくお願いします。ステップ2、駒を動かしてみよう。次は相手の駒を5つ取ってみよう。できるだけいろいろな駒を動かそう。歩兵は動きは単純だけどいろいろな使い方ができる。じゃあとりあえずこれ進めますか。斜めの移動は各行にお任せ。遠くまで動けて便利。斜めだけ動けるんだよね。はい、あと4つ。OKOKOK。 王手。お、やった、あと3つ。そしておい、あと2つ。じゃあちょっと一旦進めたいものもあるので、じゃあこれ進めますか。飛車。
下は攻撃の中心になるとても強い駒だ。縦か横に自由に動けると。ふむふむふむ、オッケー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 、いいね。あと一つ取ろう。でこうすれば、オッケー、5つ取れたね。ステップ2クリアだ。駒の動きを覚えてうまく使ってみよう。よし、ということでなんとかうまくいっています。はい、次ステップ3。ステップ3か、あれ玉将しかないんだけど。よろしくお願いします。ステップ3、持ち駒を打ってみよう。実は将棋は取った駒を仲間として使えるんだ。ここがチェストの違いだよ。取った駒は駒台に置かれるよ。自分の王将の隙間に守って打って守ってもいいし、いきなり敵陣に打って攻めてもいいよ。じゃあやってみよう。相手の駒を5つ取ろう。とりあえずやるためには、じゃあとりあえず飛車、あ、こういろんなところ行けるんか。なるほど。はい。お、駒がひっくり返ったね。これはナルといって、相手の陣地に入ることで、駒を強くすることができるんだ。このまま続けて相手の駒を取ろう。ほい。あと3つ。じゃあ、ちょっといろんなのを使ってみますか。じゃあ、強者とか。ほい。で、これで、ほい。なりました。あと2つ。はい。よーし、あと1つ。じゃあ、ちょっと、金賞行ってみるか。ほい。はい。5つ取ったね。ステップ3クリアだ。こうやって取った駒を使うことが将棋では大切なんだ。覚えておこう。さあ、最後のステップへ進もう。あ、次がラストですか。よし、じゃあ、最後頑張っていきましょう。はい、じゃあ頑張っていきましょう。これがステップ4ですね。よろしくお願いします。王手を目指そう。今までの応用だよ。すべての駒を使って王手を目指そう。王手とは次のターンで相手の王将を取れる状態のこと。簡単に言うと、相手の王将を相手のマスに入れたらいいんだ。はい、じゃあまずこの駒から動かしたかったんだけどな。じゃあ一旦まずこうして、はい、なる。おい、待て、一旦飛車を登場させるか。で、ここはあえて取らせるけど、じゃあこうだ。はい、で、こうして、王手、おめでとう。これでキーボーも将棋レビューだ。本番はこの調子で詰みを狙おう。よし。あ、これ義士ですね。義士デビューでした。はい、これで全てのステップをクリア。じゃあここからゲームやっていきたいと思います。はい、まずは普通 CPU ですね。頑張っていきましょう。よろしくお願いします。よし、じゃあ頑張りますか。じゃあまずは角業を動かせたいので、一旦まずはここまで動かします。お、ここ安全なマスだ。で、動かすでしょ。で、飛車をあえて、けっ、わあ、まずい、このままではなんか取られちゃうな。あー、これどっちみち取られるんですけど、わあ、待て、王手、わあ、王手、はい、でも取っちゃうもんね。
まずいな、ちょっといきなり何個か犠牲になっちゃった。でもこれ取れるんじゃない？オッケー。ほい。で、ここで打つでしょ？あ、これ取れる？じゃあ、あえてこう来て、はい、ありがとうございます。待て。あ、動かせない。わあ、なる。なってきたねー。じゃあちょっとここら辺から攻めたい。あれ、なんか飛車がいつの間にか取られてたんだけど。あれ？待てよ、相手の飛車を取りたい。いけ。ああ、なられた。王手。王手。参りました。うわ、詰み。詰んだ。いきなりそんなことしてくるんかよ。やば。全部で58手。王手。なるほど。こういうことか。はい、参りました。ああ、いきなりそんなことあるか。はい、駒の形。敵味方の区別がつきやすいから、五角形になったらしい。五角形だからそういうことあるか。よし、じゃあとりあえず、リベンジしていきます。よろしくお願いします。はい、じゃあとりあえずまずは角行から動かしたい。ほいほい。あ、なんか取られた。しかも角行か。わあ、はい、ここ置く。やばい、見てなかったですけど。王手。わ、いきなり王手か。待て、龍馬。つれー。王手。わ、そして王手。待て、早いって。オッケー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 。おい、待て、このままでは角行が捕らえれるな。王手。じゃあここでこれを取ります。とりあえず角行を取ったのはでかいことだ。でも相手も角行を取ってるからな。なる。ほい。ああ。わあ。なってきたねー。なかなかいやらしいことをしてきたら。でもどうなんこれ。まずいなこれ。じゃあここ取る。でもこういう強い駒あんまり取られたくないんだよな。じゃあ一旦ここで銀将決まる。銀将。はい、なる。王手。王手。ああ、取られたね。待て、止めよう。待った。やべ、やらかした。
でも弱いやつしか取れないんですけど、どういうことだ。あ、これでまた歩兵取れる。はい、なる王手。あー、とりあえず王手を防ぐしかないのか。いけ、待て待てよ、意味のないところに置いても意味ないんだよな。待て、待て、わあ、大手。まあこれでもまだ大丈夫なのか。はい、ちょっと一旦犠牲を犠牲にするか。いや、そういうことはできん。いけ。あー、でも取られるなこれ。金賞取られたし。いけ。わ、金賞使われた。最悪だー。どう戦略を取ろうか、ここは。おい、いけ。ちょっと待ってくれ。どういうことだ。王手飛車取り。王手飛車取り。待った。飛車取り。王手飛車取り。なるほどね。よーし、あ、これ取れる。王手。王手。あ、やべ。一旦逃げて、で、王手。これで王手。あ、やべ。一旦まず逃げるか。ちょっと安全になってから取ろう。あ、とりあえずこれ飛車取るか。王手。ちょっとこれはあんまりしたくなかったんだが。でも縦横と斜めだったらどっちが強いんやろか。はい、いけ。でここで相手の駒を取る。となれば、でここで安全に通る。あー、くしゃみ出た。はい、慣れた。いけ。王手。王手。ああ、王手を妨げるか。あれ、あとどれぐらいだ俺。じゃあちょっとここで王手、はい、王手、王手。いけ。あれ、ここ行けば、あー、取られた。いけ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 。じゃあこう、王手。あー、やってくるねー。とりあえず邪魔なやつはやっておきたいよ。大手。はい、大手。はい、やばいな、結構コマ数も少なくなってきている。
間違えた。じゃあここで金賞きますか。はい。でここで安全に取る。でこう来て王手。参りました。オッケー勝った、素晴らしい。はい勝利。全部で163手。多いね。王手。途中までどうなることかと思ったけど、なんとか勝つことができました。王手。でもすごいことだよこれは。王手。王手。いやーでも結局時間かかるなこのゲーム。まあ、それはどうだろうと思ったけど。王手。王手。はい。まあここからまた。頑張っていきますか。まだあと3段階もレベルありますから。はい、はい、参りました。よし、はい。うっかり、プロの試合で最も多い発足は2歩。2歩ってなんだろう。はい、じゃあ強い CPU やっていきたいんですけど、じゃあ一旦今回はこの辺で終わりたいと思います。っていうかむしろ時間かかるんで、多分また強いとすごい CPU はやってからやばい CPU の収録は撮りたいと思います。まあそうしないと俺あんまりこのゲームに時間かけるのもあれなんで、まあそういうところはねよろしくお願いします。じゃあ次回は将棋のやばい CPU やっていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTok の方もよろしくお願いします。それでは、さよなら。